カモンマテリアル、マテリアルのあゆみです。カムイの日村です。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町のカノセを追求するために配信している番組ですということで、今日から2人です。いや大阪部さんですね。今週と来週ね、ちょっと体調不良でね、お休み、させていただきますけれども、2人でね、頑張っていきましょう。最後まで見てください。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は6月の17日です。真ん中来ました。はい、6月17日はどんな日なんでしょうか。はい、砂漠化および干ばつと戦う国際デー。おお、すごいな。はい、すごいな。ほうほうほう。国際デーの一つで、はい、1994年の6月17日、はい、国連砂漠化防止条約が、はい、採択されて、砂漠化と干ばつへの理解と関心を深め、砂漠化防止に向けての活動を呼びかけ、国際協力の必要性を改めて考える日であります。はい、まあ、あのね、いろいろ言われてるんですよね。だから、うん、森林伐採をすると、で伐採をすることによって、ね、ほら木材がいるから、でよくね、日本でも言われてるのが割り箸ですよ、割り箸を作るためにわざわざ木を削ってるっていうね、で、まあ、そういうことをやってるからどんどん森林が砂漠化していってますみたいな話があったりとかですね、あとはもう一つは耕作地をものすごく、要は作物を作るために広大な耕作地を作ると、ところがそれをやることによって土地が痩せていくわけですよ。で痩せた結果砂漠化していくという、お話がありまして、だから中国のゴビ砂漠なんてものすごい広さなんですけど、あれはもう中国人が真面目に耕作したからやって言われてるぐらいの話なんですよね。はい、まあ、これはね、問題としてはすごく問題なんですけど、緑化するっていうのがまた難しいしね。そうですよね、年月もかかりますしね、ものすごいかかるんですよ、時間がかかりますからね。はい、まあ、そういう活動ねされてる、僕友達もいるんですけどね、はい、まあ、頑張っていただきたいなと思いますけども、はい、はい、そしてもう一つ、はい、グリーンハートチャリティープロレス in 大阪、はい、アデリア大賞ホールで行われます。はい、はい、その日ということですね。です、はい、はい、はい、ということで、そうなんですね、はい、グリーンチャリティ、グリーンハートチャリティ、はい、プロレスですね、はい、まあ、これ要するに心臓移植というか臓器移植というかの、はい、日本移植支援協会さんが、まあ、チャリティでね、いろんなイベントをされるときに関されている、頭に関しているのが、グリーンハートチャリティということなんですけど、そのプロレスバージョンで、これをですね、なんとですね、天竜源一郎さん率いる天竜プロジェクトが、なんとこの大阪のアゼリア大賞って知ってる？行ったことないです。すごいですよ。大正の駅からまだバスで10分くらい行くんです。はい、大正の市役所の区役所のすぐ近くにあります。アゼリア、大正ホール。結構駅から離れてますね。ちょっと離れてます ね。なので、バスがめっちゃあるんですよ。大正やって思ってて、大正駅で降りたらすぐかなと思ったら、それ大間違いですから、歩くと30分くらいかかります。はい、で、まあ、そこでね、やるんですけども、これね、実は天竜プロジェクトで社長は天竜さんじゃなくて、天竜さんの娘さんなんですよ。で、娘さんがフェイスブックでものすごい熱い思いを語ってらっしゃったんですけど、この、いわゆるその臓器移植、日本移植支援協会さんとプロレスっていうののつながりの一番最初はジャンボ鶴田さん、ね、でジャンボ鶴田さんが、その、まあ、チャリティーやらなきゃいけないっていうことでいろいろ頑張ってらっしゃった、で倒れられました。その後引き継いだのが三沢光晴さん。だからプロレスリングノアが、それまで、これまではこの日本移植支援協会さんに、ね、協力していろいろされてたんですけども、さてこの2人の名前が出てきたら次はもう天竜さん、一緒に戦ってた天竜さんしかいないわけですよ。だからその石を引き継いで天竜さんがね、このグリーンハートチャリティーに、プロレスで、なんとか、皆さんに訴えかけようということで立ち上がっていただいたということなんですよね。はい、そしてですね、これがですね、特別リングサイド8000円なんですけど、指定席2000円なんですよ。2000円、いや、めちゃくちゃ安いよ。
このレベルの、このレ、あ、ここ貼ってるけど、このレベルの、あのプロレスが見れて、2000円ってちょっと本当にびっくりする金額です。ね、はい。あのなので、今日です。はい、今日です。今日17時から、はい。ゴングって書いて、17時ゴングって書いて、うん、あのすいません、もう席ないかもしれへんけど、あ、もしあの見たいっていう人いたら、うん、あの連絡して見ていただいたら、ひょっとしたら席が空いたら見れるかもしれませんので、はい、もうなぜグリーンハート、チャリティーですから、はい、ぜひ、行っていただければなと思います。はい、はいはい、この日何の日で紹介しましたが、はい、グリーンハートチャリティープロレスは制定されておりません、はい、ご了承ください。記念日じゃないですか、記念日じゃないです、はい、今日やるぞっていうだけで、はい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 、ということです。はい、以上です。はい、はい、ということでですね、はい、このプレゼンありかなしかなんですけど、なんで今日ここ立ってんの。ほんまやでいつもはね、ここどこってなるんですか。そうそうそう、まず多分そうだと思うんです。来たことない人ね、うん、ここどこって思ってらっしゃる方がほとんどだと思うんです。はい、はい、ここはマテリアルです。マテリアルです、はい、でいつもね、あのバックにあのスクリーンで、はい、あの映し出してカモンマテリアルってロゴをね、はい、入れてるんですけど、なんとね、それを180度振り向いたらここになるんです。反対側です、反対側です、はい、だから、まあ、ここにあの入り口があるんですけど、入り口入ってすぐのところです、うん、でもう見ていただいてお分かりのように、もうこれバーです。バーです、バーです、はい、バーマテリアルっていう感じになってるので、ぜひ皆さんにね、そのバーマテリアルを、バースタイルを見ていただこうと、知っていただこうということで、このプレゼンありかなしかは、マテリアルバーの紹介をさせていただこうと思います。はい、ということですね。はい、じゃあ、まあ早速ね、どんな感じでね、飲むというか、やるのかというのをちょっと見ていただこうと思うんですけど、はい、はい、まあ、ここカウンターがありまして、はい、ね、で、じゃあちょっと今日はなんか雨でジメジメするから、なんかさっぱりしたやつ飲みたいなみたいな。さっぱりしたやつですか。うん、なんかある？じゃあ私のおすすめでよろしいですか。おすすめきましたか。はいはいはい。うん、はい、これビーフィーターのピンクストロベリーなんですね。おおお、はい、なんかストロベリーのお酒ということは、なんか甘いんですか。甘くなくてすごくさっぱりしてて、なんかピあのほんまにこの何、いちごのフレーバーがパッて入るけど甘くない、うん、なるほど、さっぱりしてて美味しいです、はいはい、じゃあちょっとそれを一杯いただきましょうか。かしこまりました。はい、こぼしたら笑えるな。氷先入れる、うん、かもしれんな。まあ、いいんじゃない。ソーダです、はい、今シュッとしてきました。はい、お待たせしました。ということで、できたてほやほやのビーフィーターのピンクストロベリーというやつですね、はい、いただきたいと思います。はい、はい、うん、ほんまや、ストロベリー、ストロベリー、うん、ほのかでふわっとくる、うんうんうん、でね、確かに甘くないです、甘くないんですけど、苦いとか、うん、なんか重たいとか、そんなんじゃないね、うん、すっきり、うん、すっきりさっぱりしてる、ちょっとね、レモン入れても美味しかったです。おお、なるほどなるほど、うんうん、いい飲み方ですよ、これは。いいです。めっちゃね、うん、もうめっちゃ減ってるんですよ。もうあんまりないんで、早く飲みに来ない、うん、あの、ちなみにこのお酒がこんだけ減ってる理由は、自分で飲んでるからめっちゃ美味しい、おすすめです。客に出せ、客に勧めろ。お客様にももちろん勧めてますよ。はい、美味しいので、はい、ぜひ、はい、ぜひ、はい、本当にね、いろんな種類がお酒あるので、ね、そうなんですよね、だからこの辺もね、うん、いろいろありますよ。焼酎は。じゃじゃ。黒霧。霧島。日本酒もあったり。はい、ワインもあります。はい、ワインも置いてます。ちゃんとあの下町のナポレオン。はい、ね、いい調もあり、
これは本格芋焼酎。これ何？なんていうの？鉄酔い。これね、多分ね、誰か持ってきてくれはった。うん、あ、ちょっと残ってる。うん、ジョイホワイト。限定酒。すごいね。なんかね、いろんなね、多種多様なお酒がございます。そうね。これも。赤でもありますよ。赤でもあったり。栄え。ね。はい。ジンビンのアップです。ジンビンアップ、はい。ハニーもジンビンハニー、はい。でも普通のやつはないんです普通のジンビンもないの。ないの、はい、ないの。で、ここでね、まあ、あの定番ですよ。あのデートカクテルとしては定番のカルーアですね。え、でもこれカルーアの普通のカルーアじゃなくて、ちょあのキャラメルカルーアなんですよ。おお、あ、そうなんや、はい、え、カルーアミルクにしても、あ、もちろんカルーアミルクでも飲むんですけど、フレーバーがちょっとキャラメルが入ってる。なるほど、うん、やっぱり普通じゃないみたいですはい、あと何、あ、これね、そうそう、これね、やばいやばいやつ、やばいやつ、やばいやつ、これ、はい、アナーキー、82度でございます。82度、火つくよね、これフランベできるやつやんか、これ82度です。マジで、これノットサディスティ、サティスファイドえ、なんでノットなのえ、全然満たされないってどういうことすごいウォッカや。いや、これはいいです。いっぱいどうですか、ショットマーにショットグラスの、はいはい、ああ、もうしゃあないの、もう、はいはい、じゃあショットグラスください、はい、おお、行かれますか、ショットグラスください。俺、この後仕事できへんかったらごめんなすごいですよ、でもすごいんですよ、これショットグラスある言われたらねそのあ、私本気継ぎをしてしまうとこでした。本気継ぎはもう並々にしてますからねちょっと待って、これちょっと一口だけ舐めていいですか、先ちょっと一口だけ舐めていいですか。もう鼻にこれ結構なんかだってね、独特の風味があるね。だってね、今ね、この、うん、メニュー表にね、このあのちょっとなくなったやつを油性ペンで引いてたんですよ、はいはい、でそこに今ちょっとこぼれたんですね、うん、消えた、消えた油性マジックが消える、除光液と同じ。おすんごい独特の風味、うん、でも私もね、やっぱお客様に出すからちょっと全部飲んでるんですよ、ちょっとずつ。これもちょっと飲みました、うん、実際、うん、無理無理しないでください。はい、小さ小さ小さ飲みますあと20歳若かったら飲んでたよな。だって間違いなく昨日若い子飲んでましたよ20代の子。20代よ、20代よ。でもこれじゃないか、これじゃなくてあのウォッカ、ウォッカを、ウォッカはいけるよ、ウォッカ飲めるウォッカ飲みますけど、これでもほんまに何やろ、なんか独特の風味がある。これね、もう消毒液ですよね、ほんまに。いや、本当にそう、ほとんど、あのうわ、もう ほんまに消毒液の匂いがする。手に塗ったらちゃんと除菌されるあと除菌します、除菌で、はいはいはい、まあね、こんな感じでね、楽しく飲める、ね、うん、マテリアルバーでございます。そうなんですよね、まあだからいろんなね、お酒があるから、まあお酒を楽しむということでもあるんですけど、うん、まあ、なぜここはあのマイクロシアターでもあるし、はい、まあ、いろんなね、情報が集まってるところなんで、はい、でしかもね、今皆さんには見えないんですけど、この、分かりますいっぱいサインがあるんですよ、はい、サイン、ね、うん、すごい人来てますからね、はい、ねもう来てお楽しみ。いや、もう本当に、はい、あの、ね、すごい方のサインが、もう ここにすごい方のサインあります、はい、入ってすぐ、はい、右にあるので、はいはい、とかね、いろいろね、はい、その横、はい、横、あ、そうそう、横ね、横もすごいよね、はいはい、あの皆さんすごい、そうそうそう、
だって、さやかさんもね、いらっしゃるんですよね。そうですね。さやかもいるし。山。わからん。もうやめとこ。触らんとこ。なるほどね。はい。はい、すごい、あの本当にマテリアルに来て、うん、交流の場としても使ってほしいんですよね。そうなんですよね。うん、だから、なんか映画好きの人が来て、はい、なんか、もうちょっとあの映画やってよみたいな感じでね、うん、言ってきてもらっても逆に嬉しいわけですよね。はい。うんはい、とかもう監督さんが来てもらったりとか、はいはい、役者も来て、はい、で、もうそこでの交流もできたりとか、出会ってもらってね、うんうん、いい作品も作れるようにね、こうね、できていく、つながるようにそうですみたいな。だから我々としては。うんあのバーをただやってバーで儲けたりとかその話じゃなくて、うん、あのたくさんの人に来てもらって、まあ、その、なんていうの、その気持ちを柔らかくしてもらうとかいう、ツールとしてこういうお酒を置いてるということなので、はいはいぜひですね酒を飲みに来てください。あ、一杯飲みに来てください。はい。もうちょっと色っぽくなったらいいねけどね、はい、あるお客さんにね、うん私あの赤いドレスを着てほしいって言われた。誰それ、誰それ。まあね、まあなんか、はいはい、女性のお客さん。あ、女性のね、女性のお客さん、ね、赤いドレスを着てほしい。あいつか。分かった分かった、誰か分かった。はいはいはい、まあ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 、いろんな人いますからね。はい、はい、楽しいね、マテリアルにぜひ来てほしい。そうですね、はい、はい、あのぜひ、まあこまあ、マテリアルを楽しんでもらうことで、まあ、いろんな、ね、あの交流ができたらね、はい、いいんじゃないかなと思ってますので、ぜひ皆さんも交流しに行きましょう。来てください。はい、ということで、今日の、このプレゼンありかなしかは、はい、ありです。終わりです。はい、はい、ということで乾杯。後で飲もうと。以上です。はい、じゃあ、あゆみ。はい。お店の情報です、はい23日ですね、次がね、うん、ちょっとね、お店の方が朗読バーをするんで、はい、ちょっとね、上映がちょっと少なめになっております。そうですね、はい、はい、なので次がね、上映が23日の取り残しティーですね、はい、定期上映の取り残しティーがございます、うんはいこちら、19時20分スタートでなっておりまして、うん料金は1000円プラスワンオーダー制おりますので、ぜひぜひまだ見てない方お越しください。グッズもたくさんございます。40メートル P さんの原曲を実写化された作品となっておりますので、はい、お越しくださいませ。はい、はい、そして25日が泊まり日会、はいはいはいがございます、うん、ちょっとね後で詳しく、はいうんご説明させていただきます、はい、そしてカバの日ですね、うん、カバの日が26日第4月曜日が26日ですね、6月、はい、にございますので、ぜひぜひお越しください、10月までになっておりますので、そうですね、残り少ないです、はいはい、お越しください、料金の方が1500円、お時間が19時スタートになっております。はい、お待ちしております。はい、お願いいたします。そして朗読バーですね、うんはい、28、29、はい、30と7月1日、はい4日間ございます、5人の役者が劇的に朗読をお届けいたします、はいマテリアル的物語の進めがございます、はいはい、本当にね、朗読普通に静かに読む朗読じゃなく、うんうん、お芝居ですね、はい、本当にもう本は持ってるけどお芝居です、うんはい、学研さんにご協力をいただきまして、はいはい、5分後に意外な結末シリーズから、うん上映とかね、朗読をさせていただきますので、はい、お越しください、はい、演出がお坂上五郎です、はいはい、だいぶね、はい、朗読はさせませんって言ってたんで、はいうん、それで朗読場ってどういうことみたいな。お芝居になっております。はいほぼほぼ、はいはい、で料金が2500円でワンドリンク付きとなっております、はいお時間が19時30分スタートです。はい、ぜひご予約お待ちしておりますので、はい、はい、お待ちしております。はい、はい、以上です。はい、はいはい、ということで、じゃあいきますよ。はい、今日のグッチョイ。はい、今日のグッチョイは先ほどのね、たまりぎカフェです。はい、チラシがこれ違う、白黒なのでね、はいはいはい、6月25日、はい、日曜日に開催されます、うん、たまりぎカフェは、うん発達障害を題材にした映画、はい、次は何に生まれましょうか、はい、ね、野本梢監督の作品です、はい、もう上映もあります、うん、不登校を、題材にした映画
絆王子と無限の一歩、はい、こちらが武田和明監督の作品ですね、はい、こちらの上映があります、はい、そして発達特性と不登校を題材にした舞台映像、うんうん、ひばりは巣立っても、はい、こちらね演出が八柳孫一さんが、はい、出演されてるやつ、出演が八柳孫一さんが出演されてる、はい、泊まり木クリエイターズ旗揚げ公演の、はい、VTR ですね、はい、映像があります、はい、こちら3つが上映されます、はいはい、その後にですね、はい、トークショー、うん、発達障害についてとか不登校についてとかっていう理解をしてもらおう、はい、話して、分かってもらおうっていうトークショーがございます、うん、はい、でそれがね10時と11時半、うん、13時30分、はい、15時、はい、17時、はい、19時30分と6回、はい、6回、はい、6回それぞれね、次は何に生まれましょうかやったりとかの後にトークショー、はい、絆王子と無限の一歩の後にトークショーとかっていろいろね、全部 6公演、うん、全部違います、はいはい、なのでぜひお越しください。で最後の6回目が、はい、泊まり木ファン上映会ということで、はい、朗読と歌のパフォーマンス付きになってます、うん、なるほど、はいはい、朗読はね、絆を押すと無限の一歩の主演のリンダちゃんが朗読も参加されるそうで、はい、見どころ満載です、はい、はい、なのでぜひぜひお越しいただきたいなと思います、うん、はい、これはね、はい、もうね朝からね、うん、朝から10時から朝10時から10時から21時30分までほぼ12時間やってますんで、はいはいはい、来たら何かやってますって感じですね、うん、ですね、はい、で6回あるので割引もございまして、はいはい、2枠以上、鑑賞される方は200円引きになっております。一般の方が1500円、はい、アンダー22歳、はい、22が1200円となってますので、はい、これがあれですよね、例えば一般の人が、うん、2枠見ましたと、はい、なったら3000円なんですけど200円安くなるのは2800円、でこれが、3枠目まで見ましたよとなったら、うん、4500円なんですけど、うん、それが、400円安くなるから、ね、4100円になりますみたいな、はい、そんな感じです。そうですね、はいはい、ありがとうございます。はい、分かりやすい、はい、なっておりますので、はい、ぜひぜひ予約をしてください。そうですね、はいはいはい、お待ちしております。はい、はい、ということでね、うん、まあ、この3つの作品ともね非常に個性的な作品で、はい、面白いものになってますから、うん、作品見るだけでも十分楽しいですし、はい、それの補足としてある意味そのトークもね、うん、ありますから、ぜひぜひ、それをテーマにしたトークもね、うん、聞いていただければね。なんかね、1個だけじゃなくて2枠とか全然見てほしいですね、うん、やっぱ、うんうん、野本梢監督の次は何に生まれましょうかも見てほしいし、ね、はい、絆内と無限の一歩も見てほしいので、うん、2枠見ようかなとか、はい、でひばりは巣立ってもっていうのと絆と無限の一歩が、うん、関連されてるものになります。あ、そうですね、はい、はい、キャストが、キャストじゃないわ、うん、役名が一緒なんですね、はい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 、っていうのがつながってたりとかするので、うん、それもね両方楽しんでもらった方がより一層楽しめるかなっていうのがあるので、はい、ぜひお貸しくださいね。はい、はい、はい、ということで、はい、今日のグッドチョイスでした。はい、ということで、エンディングでございます。エンディング早いや早いんだけど、まあまあええ時間、ええ時間で、私ね、大丈夫ですよ、全然酔っ払ってる酔っ払ってる大丈夫です、大丈夫、全然酔っ払ってないですよ、はいはい、まあ、たまにはね酒飲みながらちょっとね、やるのもいいかなと思いつつ、はい、まあこういう感じで楽しんでもらえる場所なので、ぜひ本当にタイトル通りですよ、カモンマテリアルですから、カモンです、はい、来ていただきたいと思いますんで、どんどん来ていただいていろんな形で活用していただければなと思いますね、はい、だからもちろんその飲みに来るは当然なんですけど、制作者の方とか、あるいはその役者さんとかがね、イベント的にここを何かで使っていただいたりしても全然いいですし、ましてその泊まり木カフェなんかまさにそうです、クリエイターならではの使い方だと思うんですよね。自分たちが考えてるメッセージを形にするとなかなか難しいんだけど、カフェ的にちょっとゆっくりしながらお話ししましょうっていう流れの中で自分たちのメッセージをより掘り下げていくっていうのは、やっぱこういう場所だからこそできるっていうか、
なんか大きい場所だったらなかなかできないですよね。そうですよね。一人一人にも気を配れないし、そう聞けないと思う。そうなんですよね。だから、まあ、こういうその、まあ、ちょっとその20人入るか入らないかぐらいの場所なんですけど、だからこそ、メリットがあるっていうところがあるんで、まあ、まずは飲みに来ていただいて、はい、大丈夫なんですけど、飲みに来てもらって、あ、こんな場所なんだって確認してもらえればね、はい、いいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、今週は2人でお届けいたしましたけど、来週も2人です。はい、はい、再来週はお前休んでるかも。いますよ。でこれ俺が休んだらさ、単なるマテリアル通信になって、マテリアル通信を送ってしまうみたいな話になっちゃうんで、頑張って果てでも来ますけど、はい、ということで皆さん、健康には注意しながらですね、はい、楽しく、毎日を過ごしていきましょうということで、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、さよなら。